ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。どうも、オードリーのカスミンです。カスミンは続けていくんですか。先週言うの忘れてるもん。いや、じゃあもうやめましょうよ。あんだけ第一週目で押していくって言ったのに、カスミン言うの忘れてたんで、今日一発目から行こうかと思って、ユーミンさんがね、前この枠でオールナイトやってたんで、春日さん、このオールナイトでは名前をカスミンと名乗ってやろうじゃない。俺2週間置いた上で、絶対面白くないですね。いやだから面白とかじゃないのよ若林くん。あ、カスミン、あだ名で別に面白い面白くないじゃないじゃない。定着するかしないかっていう勝負だから。でももうメールの方は春日のことをカスミンって呼んでるメールがいっぱい来てるみたいで、いや大したもんね。賢明なリスナーが揃ったよ。あ、本当ですか。褒めてあげたい。これからもこの番組はカスミンですよ。カスミン以外じゃ私返事しないですから。あ、そうなんですか。気をつけてくださいよ、カズミンさん。うい、いや同じだって。ういは残してる。ういはそれは残すよ。いきなりそれユーミンさんっぽくなるのもおかしいでしょって。いや、ユーミンさんの真似はできないでしょ。できないけれども、はいはいはい、名前だけそのちょっとね、いただいてみたいな。さあ、のっけからちょっとカズミンで時間を取りすぎたところで、お前どうもこの毎回ですね、オープニングの部分が長いということをですね、ちょっと懸念されてるみたいな。申し訳ない、そのペースが分かんないからね、まだね。いろいろ先週の、放送後気になる弟子入り志願者は、出待ちいらっしゃいましたか。これね、若林君ね、驚く中で、いたのよ。いましたか。いたの。早速そう、帰り際にね、弟子にしてくださいっつって、ちょっとパッて見たら、若い男の子2人がこっちに春日に向かって言ってるのよ。だけども、ピンクのベストを着てないのよね。で、おいピンクのベスト着てねえじゃねえかって言ったら、ダメですかっていうか、ダメだよって言って、取れなかったんで。取れなかった。しかもそれが道の向こう側から行ってきてるからね。春日さんのそばじゃなくて。そうだ、普通弟子だったらさ、ダーッと来てね、こうしっかりと目見ながら、それ春日さんっつって、弟子にしていただいてもよろしいでしょうかって言って、まあ一週じゃ無理だなっつって、また来週来なさいっつって何週か続けてきたら取ってあげる予定なんでしょ。何週ぐらい続けてきたら取ってあげようと思って。まあでもそう、何週って決まりはないのよ。目の色を見る、その子の熱意が伝わったらそれ弟子にするって話だから、はいはいはい、そのね、道の向こうからね、なんかおしゃれな格好した2人ですよ、はい、なんかいい感じでそのシワのついたシャツ、はい、シワがかっこいいみたいなシャツあるじゃない、はい、あれを着て、弟子にしろっていいですかって言われたらさ、それもダメだって言いますよ。そうですよね、ピンクのベストは着なきゃいけないって言ってるんだからさ。わかりました。ええじゃあぜひね、弟子入り志願の方はピンクのベストを着て、そうね、出待ちをして。それもパーティーグッズとかのピンクのベストはダメですよ。パーティーグッズなんてあるんですか。パーティーグッズありますよ。先週の終わりに私行ったじゃないですか。ああ、はいはい、春日の、その何、宴会とかのコスプレ用のパーティーグッズがいろんなとこ売ってるって。なんかメールが来てるみたいです。ああ、何かね、ボーイ、ラジオネーム若子さんから、弟子入りしたくて探してたピンクベスト、先日のラジオで言ってたパーティーグッズであったのですが、トゥースのお兄さんセットというネーミングでした。そうそう、だからそうなのよ。オードリー春日ってぶった出てないんだよ。でもさ、オードリー春日って書いたら、春日さんに権利が生じるってことなの。そうみたいです。でもトゥースのお兄さんセットってあいつしかいないでしょ。だってその辺がだからうまいのよ、あいつが着てるあのベストとか。それさ、オードリー春日って書いたらアウトで、トゥースのお兄さんだったらセーフなの。セーフだ。だからどこら辺までいけるのかね、それ聞いてみたいよね、権利主張できるのかどうか。今年の年末の宴会なんか春日の真似してなんかやる人がいるんだろうね。まあそうだろうね、やっぱり。いや、春日がそのサラリーマンだとやるもんね。あ、本当ですか。これはダイレクトな天狗ですよね。やめたまえよ。若林の方を真似してくれる人いるんですかね。若林の方のパーティーグッズは売ってないんですか。いや、普通にスーツ着ないじゃん。だってそんな、あ、そうなんですか。なんか、普通に黒いスーツ着てさ、メガネ、まあ、かけるかけないはどっちにしてもいいけど、普通にできるじゃないですか。ないですか、今のはノータッチで行きますで、お兄さんセットみたいな。いや、スーツ着たらいいでしょ、あなたの場合は。スーツ着たらいいですよ。簡単なもんじゃないんだよ、お前。いや、簡単でしょうよ。いや、ちゃんと本当に仏頂面して横に立たなきゃいけないんですから、それ。仏頂面のマスクみたいの。
何かを抱えてそうな。そう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 。何かを抱えてそうなって、お前、俺のことそんな風に思ってたのか、お前。まあそうだね。あ、そうなんですか。そのなに社会に対してさ、はい、一つなんか言ってやろうみたいなね。いや、そんな、お前、俺のことそんな風に見てるの。見て全然ないよ、俺。ね、俺、もう毎日9時間寝たいなって思ってるだけだもん。そういうのって出さないと。誤解されてますよ。いや、でも、カズカさんね、この、オールナイト、業界の人結構聞いてまして、カズカさん、今日も言われてましたね、テレビ番組のスタッフさんに、あんた、オールナイトですごい喋んじゃないって、いつも、うちの番組でも喋ってよ、つって。まあね。でも、のっけからね、カズカさん、弟子入り志願者の、もう、マシンガントークで。腹抱えてますよ、ラジオの向こうで。日本全国が。日本全国は腹抱えてるこの時間帯に。あ、本当ですか。いや、でも、なんか、いろいろメールが来てて読んだら、ラジオを買ってね、電波の一番入る場所が、洗濯機の横だったりして、2時間洗濯機の横で聞いてたり、で、はたまた、その窓際なんでね、壁のタンスの隅に行ってたりとか、トイレが一番聞こえるんですっていう。だからいろんなとこで聞いてた、トイレで大爆笑してる人もいるってことですかね、そうですよ。弟子入りしました。間違って、レバーを回さなきゃいいな。これどうする掘り下げるのがすごい怖いんですよ。さあどうするさあどうする若林くん。よし、聞いてみよう。賢明な判断だね。どういうことですか、だからレバーっていうのは。まあ、それだから、大と小とかこうね、水を流すレバーですよ。って言って手が引っかかって、ザーって流さなきゃいいなっていう。掘り掘ったけど何も出てこなかったですね。どうだどうだ。ヘドロしか出てこなかったって、まみれなさい、まみれなさい。業界の、まみれなさい。おい、引っかかるんだよ。業界の反応も、春日さんのそのキャラで言うんじゃなく、マシンガントーク、まあ、普段もキャラじゃねえ、ないですけどね。まあ、普段、普通通りやってますけど、だから。評判ですよ。あ、おい、カスミンって呼べよ。あ、何なんだよ、さっきから。いや、俺ダメだよ。脳に入ってこないから、カスミン。弁があって、鼓膜に。カスミンをバンバン弾くんだよね。いやいやいや、除去しなさいよ、それを。そういうことで、春日さんがラジオのパーソナリティとしての業界の反応も上々で。うん、カスミンがね。だからその、違った顔を見せるっていうふうに言ってますか、初回の方。ああ、そうですよね。そりゃそうですよ、ね。なるほど。で、まあ、先週、タクシーで帰ったんですよね。で、もう、何か四ツ谷ぐらいまでずーっと春日さんと並走しててね、うん、真横に春日さんがいてね、春日さんタクシーに乗って、安心して、マスクと帽子を取ったのをね、再びつけるっていうね、俺に見られないように。確かに。あれはちょっと寂しかったですよ、うん、僕も。いや、やっぱりその仕事離れたらもう本当に、プライベートですかね。なんでさ、お前さ、できる芸人の感じ出すの。オンを作らないと、オンの時にドカンといけないからね。できる芸人憧れみたいなのあるよね、カズガってね。まあ、憧れかどうかわかんないけど、ね。今日もあれですよ、でも若林さん。はいはいはい、入ってくる時に、はいはい、日本放送に、はいはい。先週ね、こう、カズガのファンだと思って接したら、はいはい、実はその福山雅治さんのファンだったみたいな事件があったじゃないですか。はい、あ、はい、はいはいはい。今週は違いましたからね。え、今週で福山さんのファンですか？違いますよ。入り待ちとか、出待ちの方。違いますよ。自動ドア入ってくるときに、はい、春日さんつって、はい、オールナイトニッポン頑張ってくださいねって言われたんだから。女の子3人ぐらいに。いや、それ手挙げたら、キャーって言って。いや、そんな声は聞こえなかったんですけどね。え？キャーって完全に。キャーって言ってたよ。あ、本当ですか？そうよ。だからもう完全に春日の。それは筋肉すぐるに対してのキャーと同じキャーなんじゃないんですか、それは。あれがお前筋肉性だよ。いや、カズカさん、今日、あんま調子良くないですか？雨降ってるからね。あ、本ですか、ね、スクール革命のね、後半も、調子悪かったですよ。やめたまえよ。そんでもオンエア見てる人は気づかないんだからさ、バラすんじゃないよ、あ、すいません。バラすんじゃない。まあ、ということで、いいとも。うん、いいとものあれで、カズカさんは、今回は、オープニングのテロップ、先週位置が逆、立ち位置を間違えるっていうね。あれが今回はうまくいったみたいで。バッチリいきます、それ。同じ失敗繰り返す。いや、でも僕先週言ったでしょ、カズカさん。その、勝又さんが、うん、いいともに入ってくる時ぐらいの駆け足で、うん、オープニング入ってきてくださいって。またゆっくり歩いてたでしょ。そりゃそうですよ。よりゆっくりしてやったよ。そんなもん。あ、本当ですか。なんでそれバーって出てこないっけね。いや、なんか俺は個人的にその録画を家で見たいんで、カズカが正解に壊して、どうもー踊りで、踊りカズカでーすって。それはできないの、やっぱり言ってくれる。できないよ、ゆっくり歩いて。そうそうそう、今日も来てくれてありがとうねっていうふうに言わないと。できない？できない。どうもー踊りカズカでーすって、ふわっつって言って。
できないよ、それ。あ、そうですか。なんならもっとゆっくりしてやろうと思ってるからね。あ、入ってくるのですか。10分ぐらいかけてやろうかなと思ってますよ。え、あそこまで着くまで。あそこまで着く。じゃあもう、前代未聞でしょ。テレビショッキング始まって。テレビが始まっても、横でだから、だからアナウンサーさんの横ぐらいに、ぷわーってまだ。じゃあ先週で言うと、うん、渡辺謙さんのポスターを貼ってるぐらいで、まだ歩いてる。まだ歩いて、まだこう出てきてるっていう。状況とかね。スタッフが取り除くでしょ、それは。それぐらいまで行ってやろうかと思ってるわけだから、駆け足で出るなんてできないですよ、私は。あ、マジですか、でも私はね、もう、いともの、ことに関しましてはですね、もう関根さんとね、関根さんと、始まる前、いともが、俺、関根さんと筋肉の話したからね。あら、そうか、ね。もう関根さんと筋肉の話したら、もう、打ち解けてますよ、これ。これはもうそうですね。一流芸能人です。そうそうそう。関根さんと筋肉の話は筋肉の質の話はそれはもう一流芸能人の証ですよ。そうでしょ。うん。で、あ、そう。タモリさんともわりかし喋りました。いや、あなたそうね。そう、川柳の後の CM のところで。ああ、なんてよ。いや、僕ね、川柳、俺、あれね、本当に春日さんにね、腹が立ってるんですけどね。何かね、何かね。僕の、先週の川柳のいいとものコーナーの川柳が、栗拾いに行って、道に迷って、二人きりにね、好きな。なった時の女の子の。そうそう、気持ちの川柳が、二人きり、私はあなたにマロンマロンっていう川柳だったんですよ。で、これを、読み終わった瞬間にね、春日さんが大きな声で、これはないでしょみたいなこと言ったでしょ。うん、言いました。あれで春日さんがね、アルタの空気変えちゃった。いやいや、本当はなかなかの川柳ですねみたいな空気。いやいや、先輩は春日じゃないよ。マロンマロンひどいじゃん、だってあれ、うん。心当たりはあります。でしょ、あれ。あります。それはどういう。もういけると思ったわけ、まあ、考えた時。いや、それは正直、俺自体も、これは100ゼロだぞと思ってました。これは、大振りだぞとは思ってましたよ。出した時に。そうでしょう。で、ゼロの方引いちゃって。ゼロの確率が高いでしょ、だって。いや、もういいんです。もう。で、カズさん、それで、そういう流れになって、草薙さんがね、異常に、これはいいっていう、その響きを。でも、俺、川柳の先生と、ちょっと合わないのかもしれないね。マロンマロンのね。いや、マロンマロンは選ばないですよ。だってあれ。いや、それは俺も心当たりありますよ。じゃあいいじゃない。じゃあいいじゃん。草薙さんがな、確かにそう。で、タモさんがね、本番中にちっちゃい声で、どういう意味なのと。うん。言葉として、その一つの言葉としてどういう意味なの、言ってたんです。で、それは僕は聞いてたんで。で、CM 行って、袖で、いいと思う。再び、あれ、マロマロ、あれダメだ、あれは、つって。春日さんね、先週タモリさんに突っ込まれるぐらい、接近してくださいと。そうでございます。名前呼ぶのはクリア、呼ばれるのクリアしたから、その、突っ込まれるぐらい。記念すべき一発目が、マロマロダメだ、あれは。まあまあ、クリアっちゃクリアだね。あ、本当ですか。でも、すごいことだよ。だから、その、前の週で言ったことが、次の週にどんどん実現されてるってことだからね。そうです。だから、来週はね、ほんと、タモさんにね、股間をわしづかみにされる。無理だろ。そんな、まず、わしづかみだよ。触られるとかで、わしが。いや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 。それは一気に飛び越えすぎてる。そんなことされてるやつを見たことないから、まず大体の話が。確かにね。うん。だから、みんながされてて、まあ自分にまだされてないことの方じゃないと無理でしょうよ。そうですよね。わしづかみはもう飛び越えすぎちゃってるよ。あ、本当ですか。でもこれ、だから、願いがどんどん叶ってくってことは、こういう可能性もあるんですよ。このオールナイトをタモさんが聞いてるっていう、そういう可能性もね、今や出てますからね。だって一時期。タモさんがトイレで、こう、ラジオを耳にこう当てて、聞いてる可能性ありますからね。入りづらいで、入りづらいで。相当な大豪邸だと思いますよ。それで入りづらいって。いや、そうなんです、そうなんです。ああ、そう。なので。でも、それはでももう憶測でしかないからね。いや、でも全部叶ってますから、俺がこれ股間わしづかみって言ったら、もう、来週、もう川柳のコーナーで、俺の股間をわしづかみするかもしれない。俺の股間をわしづかみですよ、それ。いや、ちょっとわからないです。タモリさん、俺の股間をわしづかみです。それじゃあそれにしなさいよ。どんなテーマでもこの川柳で、もう。じゃあそれで行きなさいよ、それ。ちょっと、ごめん、無理だ。なんだ、できないこと口に出すんじゃないよ、あなた。それ出したら大したもんだよ。あ、ほんと。でも、やっぱちょっとわしづかみまだ
早いですかね。いや、まだ早いも何も、それはちょっと無理でしょうよ。無理ですかね。うん。なんだろうな。でも、タモさんほら、赤塚不二夫さんと結構いろんなプライベートでもね、冒険やしてきてる人ですから。そうなんすな。なんでもないんですよ。俺の股間をわしづかむことぐらい。なるへそ。何しよう。いや、でもわしづかみはちょっと難しいよ。じゃあ、ロメロスペシャルっていうの。タモさんに、俺がロメロスペシャル。あー。協力したいね。その目標に協力したいよ。そうだよね。あ、じゃああれは俺が、できるならば俺が、うん、タモさんと、こう、うん、猿になって対決するっていう。いや、それだったら、あなたの方から。ガンペイさんがゲストで来た時に毎回、うん、タモさんとやるやつ。じゃあ、それはあなたの方から行く勇気があればいけるんじゃないの？猿ゲーを発動させる勇気があれば。俺まだ、アルタのスタジオに馴染んでね。当然若林どうしたの？俺まだ半身浴もできてないぐらいかもしれない、気持ち的には。そうでしょ、うん、だからちょっと掲げすぎですよ、目標を。あ、もうキャンパスナイト富士でギリ猿のモノマネはなるほど、できるとしたら。まあ、キャンパスナイト富士でやってもらってもね、ちょっと失礼ですけどね、キャンパスナイト富士ローカルだし。あ、そうですか。なんだろうな、どうしよう。何かに気づいてもらうとかどうなんですか？髪型を変えるとかね。あ、俺がメガネで出てみるとか。ああ、それだとしたら、その、はい、どれだけ普段若林くんを、うん、タモリさんが認識してるかのチェックになるわけじゃないですか。なるほどなるほど。じゃあちょっとそういうメガネやってもな、ちょっとな、かぶっちゃうもんな。誰に？え、タモさんと。いや、サングラスじゃないからいいでしょうよ。それにする？じゃあ逆にサングラスかけて出てきたら。おいおいおい、あいつ総選となるぜよ。オールバックで。オールバックで。サングラスかけて。あ、じゃあサングラスは無理だから、カズラさん。眼帯にしてくれ。眼帯はいけるのかい？いや、眼帯の方が無理でしょ。眼帯でちょっとスキッパにして。そうしよう。4カ国語マージャンやるから。それ多分、タモリさんは笑ってくれたとしても、うん、プロデューサーに超怒られてる。もう何やってんだっつって。あ、ですよね。それ無理です。メガネー。でもタモさん頭はたかないしね、ツッコミで。なんかされるとしたら。なんだろうな、うん、俺からかな、肩を組むとかさ。いやいやいや。肩組みは無理でしょうよ。あ、本当ですか。肩を叩くわ、じゃあ。タモさんね。タモさんっすね。こう、パーン、なんか。あ、俺が？何、ちょっと何してんすかみたいな。俺が？うん。だから、言ってもさ、うん、わーっとなったりするときもあるじゃん、タモリさんが。もう、すごいボケて。いや、でも、なんだそれなの、ボケて。カズさん、これ公約してしまうと、やる脳みそになるじゃないですか。これでもね、これを聞いてない人から懸念されるのは、うん、レギュラーいただいて、うん、はしゃいでる若手みたいに見えないですかね。いやいや、だからそれは、そういう見られ方は怖い。見られないように、はいはい、その、うまい隙間を塗って、はい、もう針の穴を通すぐらいの正確さで、ボンって言わない。いや、ちょ、近づきすぎじゃない？じゃあ行ってみますか、じゃあ。そういう瞬間で、だからその、いいともの中で何回かはあるじゃないですか。いや、俺まだないと思うよ、タモさんの肩叩く。オープニングのとことか。オープニングで？うん。そう。ちょっとその素人の人に失礼なことをね、うんうん、言うとか、言うタモリさんとか、1回、2回ぐらいはあるじゃない？うんうん。だからそういう時を狙ってさ、うん、肩を叩くっていうのはどうなんだろうな。わかりました、うん、じゃあちょっと頑張ってみます。肩叩くでいいですか？そうです。その代わり春日さんもなんかやってもらうと、うん、僕ばっかりなんで、春日さんは久本さんの股間をわしづかみです。そう、それは事件になるからね。それはやっぱ男女っていうのがあるからね。あ、そう。じゃあ、うん、本意気で春日がよろ乳首をやるっていうの。あー、それもちょっと君、まあ難しいな。じゃああれやってもらいますよ。何かね。10分かけてオープニング。まあまあまあね。だから、それもちょっと厳しいんじゃないの？やりたいけれども、まだ早いよ。まだ早い。まだ早いです。まだ早いよ。わかりました。おう、じゃあそれ、春日さんも考えといてくださいね。そう、でもなんだろうな、うん。あ、じゃあ春日、うん、あ、でも。お前自分で春日って言ってんのに、春日どう言ったお前。ゴッドぐらい言えよ、お前。
なんか決めてよ。いや、でも乗ることじゃなきゃダメでしょ。収録、そのオンエアに乗ることじゃなきゃ。え、だっていいとも生ですよ、だって、川沢さん。いや、あのね、うん、その、リハーサルとかした時に、はい、みんな集まるじゃないですか。はいはい、その時にその、アルタのね、お客さん入ってないところで、うん、その時にいつも、うん、ペットボトルとかがいっぱいあるの知ってる？うん。あれ、うん、飲めなくないかい、なんか。いや、俺全然飲んでるよ、あれ。えぇ、ー、うん。ずうずうしい男だね。いや、俺、関根さんと筋肉の話しながら全然。ああ、そっか、うん。筋肉の話はちょっともう一流だもんな。うん、あれをね、うん、いつもなんかこう、どうなんだろうと思うわけですよ。うんうんうん、お菓子とかいっぱいあるじゃん、ガムとか。うんうんうん、あれ、ちょっと根こそぎ持って帰りたいなと思ってるわけ。いや、もう、お前やめな、それ。やっぱり経費があれだから、うん、お前が弁当持って帰るとか、うん、あれ業界内ですげえ叩かれてるらしい。困ったもんだね。まあまあ、じゃあ、なんか持って帰るっていうことでね。うん、まあちょっと考えよう。いや、考えて思いついたら今日のオールナイトの中で言ってくださいね。オッケー。今日はですね、秋のフリートーク3倍祭りでございますね。言っておりましたな。今までこれ当社費でございます、3倍っていうのはね。当社費ってまだ2回しか、そうなんですよ、3回目なんでね。うん、しかもですね、若林、春日、それぞれから粗品のプレゼントがリスナーの方にありますので、ね、皆さん聞いてる方を楽しみにしてください。うん、まあかなり つまらないものですが、という。まあまあ、粗品はそういうもんだから、ね。粗品でございますけども、それゆえ、本当につまらないものを用意しましたので。当たった人はね、うん、怒って、いろんなインターネットとかに書き込んだりしないように。まあそうだね。してくださいね。うん、どんな粗品かは応募方法は番組の中で発表しますので、お楽しみにお願いします。はい、それではですね、今週も行きましょう。うん、ジーニアス、英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治製菓、大阪芸術大学、日本音楽著作権協会、呉工業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。今週秋のフリートーク3倍祭りということで、うん、ベスト秋ソングをお送りしましょう。小泉京子さんで木枯らしに抱かれて。さあ今回はですね、3倍の量のトークをするということで、うん、トーク担当制を採用します。おいかに、若林ゾーンでは、うん、若林トークを春日がアシスタント役で盛り上げると。春日ゾーンでは春日トークを若林がアシスタント役で盛り上げるという、うん、それぞれ順番に行うというところですね。ほう、今聞きました。どっちが先に話すか、うん、どのように決めましょうかね。まあ、何でもいいですけどね。あ、そうですか。ベストスがどっちだっていいですか。どっちだっていいですか。あ、じゃあ、じゃんけんしましょうか。じゃんけんしようか。はい。せーの。最初はトゥースじゃんけん。春日さん、営業のやつやめて。いやいや、営業のお客さんとのじゃんけん。盛り上がるんだから、これ。うるさい。最初はトゥース。じゃんけん、おいしょ。あ、じゃあ、僕、後で行きます。負けた。はい、春日さん、先にお願いしますね。かしこまったよ。はい。うん。もう、オールナイトニッポンでは皆様からのメールハガキを募集中でございます。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで、皆様からの温かいメールおハガキお待ちしております。ナイツへよ振り絞れ。秋のフリートーク3倍祭り、春日の巻。これずいぶん大げさだね。そうですね。そうでもないですね。こんなものが用意されてるとは知らなかった。思いも知らずですよ。じゃんけん僕勝ったので、うん、ここを選ばせてもらう。それあれですよ、ね、勝ったら勝ったって言わなきゃダメなんだって。ラジオって。まあまあそうですね、うん。すいません。それもあるし、はい、春日も机を叩きすぎないようにっていう注意を受けた。音が入っちゃうから、ね。どんどん音が入ってるっていうね。うん、はいはい、はい、気をつけなきゃいけないですよ。あのね、若林くん。はい。春日、ほら、熟女の方が好きじゃないですか。まあそうですよね。ね、熟女の女性が。先週嬉しいことがありまして。うん、
したんですか。まあ、家に帰ったわけですよ、はい、ラジオ終わって、はい、したら春日のその部屋のドアの前に、はい、熟女本がね、はい、3冊並べてあったんですよ。熟女本が、熟女の、うん、そういう本ですよ言ったら、はいはい、ね、だけどそのコンビニエンスの本だから、うん、ちょっとライトな感じなんだよね、うん、内容がね、うんうん、だからもうちょっとね、深い感じの熟女の本を置いてもらったらありがたいなと思って、うんうんうん、でも手紙見たら女の子なのよ、うん、女の子、女の子がその熟女の本を置いてね、うん、帰ってくれたわけですよ。熟女の本、熟女の本、熟女の本ってどういう本なの。いやだから説明するのもなんだけど、熟女の結構そのセクシーなね、うん、その写真とか載ってる本ですよ。熟女のエロ本ってことですか。あ、口に出すんじゃないよ。ええ、中学生女子も聞いているんだよ。いやでも春日はそうやってうまーくね、うん、そのものの言葉出さないように喋っていたのに。いやでも先週チンコダイニング分かった、俺何回も言ってるから、それぐらいエロ本の方が大丈夫かなって思って。なるほど、そう、はい、あれも怒られましたからね、はいはい、気をつけなきゃね。気をつけます。まあだからそういう、はい、なんつうの、そのお土産みたいのが、うん、まあ、いっぱいあるわけですよ、うんうん、春日の部屋にはね、うん、でこの間、うん、夜中に家に帰ったわけですよ、うんうん、で、うん、いいね、そう、テレビ見てたのね。うん、したら、ドンドンドンつって、うん、人が来て。それがもうおかしいもんね。人がドン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 って来る。もう2時、3時ぐらいですよ。ドンドンドン人が来て。そんなさ、ガサツに来るの？ドンドンドン。来る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 。お前ってさ、やっぱすごい男だな。うん、それは今に分かったことじゃないだろ。いや、本当に。だって、うん、全然腹立たないでしょ？腹は立たないよ。どう思うわけ？ドン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 って2時頃の人が来て。どう思うの？どういう感情？人が来たなって。それ以外にあるかね、だって。お前無駄に悟りすぎてるって、それ。人が来たなと思うわけですよ。で、春日、春日って言って、ちょっとその男の子の声が、うん。怖い。うん。虹さん、ちょっとその、やんちゃな感じ、ね。いや、やんちゃな感じだな。さすがにそういう子には出ないわけですよ。うん、何があるかわかんないじゃないですか。それはだってもう開けた瞬間にね、うん、もういきなり来られたりするパターンはあるじゃない。そうですよ。バチコンつって。はい、ね、うん。だからまあ、部屋の中でこうテレビ見ながら、うん、まあ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 、ドドンってやってる中を過ごしたわけですよ。うんうん、したらその向こうの声が、うん、ガスガーッつって言って、うん、ドアノブに鍵がつけっぱなしだよっつって言われたの。ああ。んで、いやいやいや、またそんなこと言ってね、ガスガーッつって引こうと思って、と思って、うんうん、で、まあしばらくちょっとこう、まあ、テレビ見てたんだけど、はい、よく考えてみたら、うん、確かに鍵をね、抜いて部屋に帰ってきた、うん、覚えがないのよ。はいはいはい。んで、その脱いだね、うん、そのジーパンのポケットを探ってもないわけ。うん、いつも入ってるから、うん。これ完全に、鍵をもう本当に、うん、外し忘れてるわけですよ。うん、で、うん、やばいと思って、パッてそのドアの方見たら、うん、なんつうの、部屋入って鍵閉めたんだけども、うんうんうん、その閉めたはずの、うん、その鍵のノブみたいなのが、うん、開く方にこう、もうちょうどこう回ってるところだったの。向こうがね。向こうがその鍵をね、こう回してるわけですよ。はいはいはい、ダッシュですよ、鍵のとこまで、うん。ダッシュしてそのドアのその鍵のノブのところ、バチーンってこうさ、手でさ、こう押さえてさ、うん、入ってくるから。入ってくるから。うん、で、ぐーっつってもう向こうも回そうとし、カスが押さえて、その押し問答というかなんかそういうのをね。問答はしないけど、やり合いをさ、うん、もう5分ぐらい続けてさ、うん、やって、で、うん、もうなんとか勝って、うん、向こうが諦めて帰ってったわけですよ。うんうん、階段を降りる音がして。はいはい、で、うん、でも、うん、これはどうなんだろうと思って、うん、鍵あるのかどうなのかまず心配じゃない、うん。持ってったかどうかって。うん、で、鍵開けて、うん、その外出て、ドアの見てみたら、鍵がないのよ。うん、鍵をだから、持ってかれてるわけですよ、これ。入りたい放題で。入りたい放題、フリーダムですよ。うん、フリーダムっていうか。さすがのオープンスペースですよ、だからね。フリーダムで統一してくださいよ。これは知って。二つも放り込まれて。これは知って、一時半過ぎに。これは知って。おいで。時間関係ねえだろ。で、うん、これはまずいと思って、うん、鍵を変えねばならんと。はい、まず大体の話がさ、うん、次の日、家出た時に鍵を閉められないわけですよ。うん、そうだよね。鍵がないから。開きっぱなし、オープンスペース。オープンスペースですよ。ああ。フリーダムだ。フリーダムですよ。ああ。春日の家がね、どの春日だよ。人世のうちに、オープンスペースに早変わりですよ。うん。フリーダムだ。フリーダムだよ。うん。で、これはまずいと思って、その鍵を変えねばならんと。そりゃそうですよ。私、カスが考えまして、うん、で、もういろいろ調べて、はい。その24時間太陽の。うわぁ、もうめんどくさい。めんどくさいのよ。その2時頃でしょ、夜中。もう2時頃、雨もすごく降ってるわけですよ。ああ、やだ。その日は。うん。でも変えねばならんということで、うん、で、まあ、鍵屋さんをね、うん。呼んだわけですよ。2時に？ 2 時に、だ、来てくれるから24時間だから。
あー、ほんと。鍵屋さん来て、うん。で、こう、まあ、待ってる。もうね。うん。で、まあ、電話があって、もうそろそろ着きますみたいな説明して。うん。で、鍵屋さんが着いたわけですよ、うん、部屋に。うん。で、鍵を変えるといろいろ調べてるじゃないですか。うん。調べてるね。この鍵はどうたらこうたらね、つって。うん。で、ふとね、うん。カスが、その時に、なんとかね、思い立って、もしかしたら、うん。その、さっきの男の子が、うん。鍵をね、うん、ポストの中に入れてってくれるかもしれないと。もしかしたら、うん、その他の人が来たら。向こうはもう部屋の中に春日がいるってことは分かってる。分かってる。んで、鍵を回しても入れなかったって言って諦めて帰ってるわけですよ。うんうんうん、ね。寝てるとか思ってんだ、ね。そうかもしれんね。で、この鍵は、だと入れないんだみたいなふうに思ったかは分かんない、うんうん。なるほど。で、まあ持って帰ったともないわけですよね。うんうん、春日が思ってる持って帰ったと。うん、で、ふと思い立ってポストの中見てみようと思って、うん、ポストをバカッと開けたら、はい、鍵が入っていたんですよ。入れといてくれた。入れといてくれたら、ものすごいいい子だったんですよ。超いい子じゃん。うん、でもね、鍵屋さんも来てるわけですよ。はいはいはい。で、これどうしたもんかいのと思って、うん、事情説明して、うん、帰ってもらった。うん。鍵ありました。鍵ありました。つって。ああ。で、1万8000円ぐらい買っちゃったのね。あ、読んだだけで。読んだだけで。ええー。だからもう無駄な金を使ってしまったという。あ、その人は春日ってことに気づいてんの、気づいていますよ、それ。ああ。あの春日だよ、だって。あの春日だな。あ、そう、確かに気づいていますけどね。なるほど、ね。そうやっていろいろ人が来るわけですよ。でももう、そしたらもう引っ越しなよ、もう。引っ越さん。引っ越さない引っ越さん。でも俺、この間、うん、お前ん家行って思ったんだけど、久々に仕事あって。はいはいはい、カスガさんって、大御所の人に結構上から行くじゃないですか。カスガに会えてよかったですね。もちろんそうだよ。なんかあの部屋に住んでるから、言えんのかなってちょっと思った。久しぶりに家行って。で、カスガさんがね、うん、例えば目黒のね、うん、オートロックのね、うん、追い出き機能ついてるね、うん、マンションにね、うん、住むとするじゃないですか。うん、したらその、中尾明さんとかに、カスガに会えてよかったですねって、上から言う気力があんま湧かないんじゃないかなと思って。あー、なるほどね。うん、そのなんかその、反骨じゃないけども、うん、みたいな。そうそう。それはあるかもしれんね。あ、あるかもしれない。だから今のそのアパートが、うん、その今のカスガを作っている要素の一つかもわからん。でも、うん、まあ、そんなスケール壮大じゃないですけど、もう、むつみ層が、もう、どんどん人が抜けていっちゃってるんでしょ？抜けていっちゃっても、もう柴田さんも引っ越したからね。え？隣の隣の？そうですよ。あ、そう！ 60 何歳、今7歳ぐらいなのかね。あ、そう！ 20… 柴田のおっさん。柴田のおっさんですよ。我々の、うん、その、春日の家でやってた、トークライブにゲストに来てもらったりだとか、してた柴田さんが、引っ越しましても、うんうん、あ、そう。25年かなんか住んでた。25年あそこに住んで、お前何年住んでんの、あそこに。彼これで言うと、8年ぐらいですかな。8年ぐらい住んでんの ?8 年ぐらい住んでます、私は。なんで引っ越すの柴田さんは。引っ越すの聞いたら、うん、なんか、まあ、25年、むつみ荘に住んでて、うん、最近、荷物が増えてきたから、引っ越すっつって。それさ、お前んちの扉の前に住んでプレゼントを取ってって荷物増えてんじゃない？あいつ！あいつじゃねえよ。あいつ！あの野郎。エイマツデイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン DVD クレジット代第2期分譲。オールナイトニッポン史上初となる、オードリーのオールナイトニッポン生放送 DVD、現在制作中でございますけれども、そうですね。春日さん、タイトルコール今やってやりましたけども、バッチリやりましたね。どうやら、カフが下がってたみたいです。オーマイ神様。いや、そこ英語で言えよ、お前。神様。そういうことじゃない。あなたよくカフ上げてないですけど、今日はね、すいませんね。エンジニアの人大慌てで音のフォローしたらしいですよ、今。言い切って気持ちいい感じになってたら、上がってなかったというね。それも含めてカスが、カスミンみたいなところありますからね。そうですね。カスミンの魅力の一つです。あれ以来初めてね、カスミン出たの。まあいいや、オードリーのね、オールナイトニッポン、生放送 DVD、うん、これ現在制作中でございますけれども、そうですね、この DVD には、なるべくこの皆、今聞いてくれてるですね、リスナーの皆さんの名前を入れたいと、うん、そこで先週、スタッフクレジット対応募集しました。そうでございますな。エンドロール、エンドタイトルで、ずらずらと皆さんの名前を、並べたいということでございます。いや確かに。
抽選で、200名をね、エンドタイトルで載せると発表したところ、うん、応募が殺到しまして、現在倍率が7倍でございます。7倍はい。ほう、確かに。あまりの人気ぶりに今回特別に、うん、第2期分譲として100名分を追加募集します、うん、であなたの名前がエンドクレジットに採用されるチャンスでございます。もちろんこれね、このままね、うん、どんどん応募の人が増えていって、うん、これ分譲何回も分譲したんですよ、うん、オードリーのオールナイトニッポンの DVD、うん、ほとんどエンドロールになるかもしれないそれは困るね。1時間エンドロールになるかもしれない。いやいや、前代未聞だよそれはね。あ、エンドロールの DVD になるからね。活目せよ。もう、春日さんの言葉を使わせていただきます。やめたまえよ。エンドロールを。活目せよ。活目せよ。いや、オンエアバトルの敗者コメントで、何度もカットされた。活目せよ。活目せよ。今週もね、いいとものジャンクションで言おうと思ったのに入れなかったっていう、ね。そういや、毎週さ、あれ、いいとものジャンクションで、あの、ジャンクションが終わった後に、活目せよって毎週入んだよな、あれ。また入ってませんからって言って、失笑買うんですよ。いや、でも俺、あれ、毎週入らない。うん、で、うん、入ってないですってスタッフさんが言って、うん、笑いに包まれるじゃないですか。はいはいはい。春日さんはね、俺、あれをやることでね、うん、スタッフさんをね、うん、温めてんじゃないかなって。俺はそうやって見てんですけど、その辺どうですか、うん、普通に入んなくて悔しいです。やっぱりなぁ。あれは。そうだと思った。春日で終わりたいのよ。バシッとその春日で終わっていいと思う、うん、ほんまに行きたいんだけど。あ、ちょっと今エンドタイトルの説明してるんで、ちょっとやめてください。いいね。いいんか。今ね、分譲っていうことで100名分をですね、追加募集しますので、うん、皆様。どしどし募集、応募してください。そうなんですな。各都道府県からまんべんなく選びたいと我々は思ってます。うん。現在のところ、うん、大変選ばれやすくなっている県がいくつか出現しています。その県にお住まいの方はチャンスでございます。参考までに現在までの各地の開票状況をお伝えいたします。うん、あ、いいですな。まずは北海道東北地方のリスナーの方、うん、秋田県山形県にお住まいの方が、うん、大変採用されやすくちょっと待って、採用されやすくなってどういうことなのこれ、大体の話や。いや、わかるでしょ。それは察してくださいよ。採用されやすくなってるいや、つまり、うん、人が少ないんですよ。そう言いたまえよ。最初からそう言いたまえよ。わかりづらいんだから。いや、こっちにもメンツがありますからね。ちょっと待って、山形に住んでる人が少ないってこと？そうですよ。人からの。山形は一発目の電話のあれで行ったんじゃないですか。そう、宣伝部長も任命したんですけどね。あの人がね、宣伝してくれてないから。あいつ何やってんだよ。なんだその言い方は。だってそうだろ、こっちから任命してんのにさ、結果が出てないとか、おかしいよ、これ。今のお前の発言で山形、一票減りましたよ、また。もうあの電話してくれた子が、もうオードリーやってた。もともと福山さんファンだからね。あ、そうですね。あの子は。それは長崎ですか。難しい、うん。パンツが茶色の子ですよ。山形の子は。名前を言ってあげなさいよ、かわいい。パンツが茶色の子ですよ。パンツが茶色だけ言うとね、まあまあ、うん、確かに茶色でした。で、まあ、山形と秋田の方の採用されやすくなっているのでですね、お願いします。まあまあまあ。そして関東、うん、東京、神奈川の方、大変倍率がね、高いです。まあそうでしょうね。難しいです、非常に。人口が多いんだからしょうがないかと思います。うん、確かに。そんな、一方ですね、うん。山梨県のリスナーは大変採用されやすくなっております。大チャンスでございますね。あ、そうでございます。山梨県の方、どしどし応募してください。うん、そして、信越、北陸、東海地方の方。愛知県で聞いている方。うん、倍率高いですね。愛知県の方。愛知県高いですか。はい。ほー。福井県は超手薄です。狙い目でございます。超手薄ですか。近畿、さすがお笑いの関西、の方ですね。まんべんなく応募が来ています。ああ、そうですか。しかし、滋賀県、和歌山県の方は比較的選ばれやすくなっております。うん、よろしくお願いします。はい、よろしい。中国、四国。島根、鳥取のリスナーは非常に選ばれやすくなっております。うんうんうん、島根県はですね、うん、うちの母親の、故郷、田舎なんですよ。なるほど。で、柿の木村というところなんですけども、うん、そういうね、ゆかりがあるのにですね、全然こう、リスナーの数が少ないというのは、私は非常に心を痛めております。それ、おたくさんちの、そのお袋さんが宣伝してないってことなんじゃないのかい？あいつやってんだよ。おい、何やってんだぞ、あいつな。お、いい加減しろ、お前。
いや、そうじゃ、だって宣伝しないんだから。なんだよ、お前、うちの母ちゃんだって、お前、それ。島根で。何やってんだよ、やめろ、お前。頼むよ、本当に。はい。で、四国4県が、全般的に手薄になっているのが、ちょっと気になりますね。四国人気がね、オードリーはね、ちょっとない。あら、ないんじゃないか。四国はギースの方が人気があるんじゃないかという噂もですね、出てるぐらいですから。なぜギースを選んだのかわからないです。僕が好きだからなだけなんですけども。四国はあんまり行ったこともないしな。まあ、営業で何度か行ってるでしょ、だって。でも一回ぐらいなんじゃない？香川に、高松に行って。松山も行った。愛媛行って、高知は行ったことないでしょうよ。徳島と。徳島行ったことないね。あ、徳島行ったことないんだ。ほら。うん、そうだ。高知は行ったことありますもんね。僕、高知、初めてロケ、高知ですもん。嘘でしょ。一人で行った仕事。いや、そんな仕事なかった。本当に。坂本龍馬の格好して、おどおどしてたんだから。一人で初めてのロケ。ああ、それだったら、うん。おどおどしてたんだったら本当だわ。うん、そうですよ。ああ、四国手薄か丸ごと。そうなんです。で、九州、沖縄、人口の割にね、長崎が多いですよ。ああ、そう。働いてくれてんのかね。そうそうそう。宣伝部長が。一回目の電話の方がね、非常にね、広めてくれております。ああ、嬉しい、ね。と思われます。それかもしくは、単に福山さんファンがそのまま聞いてくれているのか。ああ、まあ、それはそれで、ね、という理由も、はい、嬉しい限りでございますね。佐賀県、宮崎県が選ばれやすくなっております。なるほど。なんか今日福山さんが、なんか、加藤さんのギャグをね、やってくれたっていう状況。ああ、トゥースをね。はい。やってくれたって話だけどもね。はい。ちょっと違う。なんかもうちょっとこう、春から声出してほしいみたいなところあったけどね。お前何考えてんだよ。殴るぞ、グーで。強めに頼むぞ。いやいや、そういうことじゃなくて。やってくれてるんですから。ありがたい話ですよ。なるへそ。はい。まあまあ、だから長崎はまあいいってことでしょ。はい。うん。まあ、ちょっと、佐賀県、宮崎県の方。お願いします。選ばれやすくなっております。うん。佐賀県といえば我々の先輩の花輪さんの故郷ですからね。そうでございますな。ちょっと頑張ってほしいですね。うん。という開票状況を把握した上、第2期分譲にどしどし応募ください。うん。というわけで DVD に名前を載せてほしい人は、メールでお願いします。kw@allnightnippon.com、kw@allnightnippon.com です、メールのタイトルに必ずクレジット対希望と書くようによろしくお願いします。そうそうそう、わかりやすくなるからね、はい。あと、住所。まあ、住所は県名とか、まあ、市の名前ぐらいで結構でございます。あと、名前、ラジオネームもかでございます。書いて送ってください。ということで、よろしくお願いいたします。これは、でもさ、その、選ばれやすくなってるっていうふうにずっと今言ってきたじゃないですか。言ってきましたよ、私は。そこの県のふりして送ってくれってパターンはねえのか。それはね、大丈夫です。大丈夫なんですか、そのご当地の、パーソナリティ、人気パーソナリティを答えていただけますから。あ、そのなんか、はい、証拠のね、取り方。あります。ああ、それに行くんですね、あと、パンツの色ね。県の差が出ますから、ね。いや、それわからないでしょ、それ。佐賀県は何色なの？秋のフリートーク3倍祭り若林の巻。さあ春日さん、なぜこら、非常に押しまくっておりまして、私のコーナー、すごく時間がないみたいに。ああ、何が悪かったのかね。何が悪かったかわからないですけど。わからないけれどもね。最近私ですね、ちょっと寝るまでに、どうやら3時間あるぞみたいな日があったりするじゃないですか。ああ、たまにありますな。ああいう日にレンタカーを借りまくってるんですよ、私。え？レンタカー。はい。おう、どこ行ってんのよ、それ。僕はですね、西の方に行ってますね。ざっくりしてるね。いやいやいや、地名を今期待したんだけどもね。僕はね、三鷹ですね。三鷹から西がすっごい好きなんですよ。東京の西ね。もう青山、六本木、西麻布、もう大嫌いです。大嫌いであんま馴染みはないやね。いや、ちょっとね、僕も六本木で遊んでるみたいなね、感じを出したい時もありましたよ。まあまあ、なんか、芸能人っぽい感じがしますわよ。春日さんみたいにね、六本木とか西麻布でカラオケを芸能人とやりたいと思って。やめたまえや、その話は。一回ぐらいだよ、私は三鷹から西のファミレスが大好きなんです。
え、なにそれは何、誰かと行くわけですか。いや、いや、もあるし、で、なんか、なんかね、俺、レンタカー借りて、やっぱいろいろ話す場所が多いじゃないですか、この仕事してると。ああ、こんなことしましてみたいな。で、何か起こんないかなと思って、まあ、レンタカー借りるんですけど、で、この間も、レンタカー借りて、あの、ドキドキキャンプの佐藤と、二人で何か起こんないかと、西の方走り倒したんですけど、結局、ドンキホーテで、風呂の蓋買うだけで終わりました。いや、そうそう、何かが大きいよ。で、西の方のファミレスで、例えば東小金井とか、国分寺とか、持っていくと立川、あと、その辺のファミレスが大好きなんですよ、僕は。だから、あれでしょ、その、もともと、二十歳とそのぐらいの頃、その辺でうろうろしてたから、馴染みがあるみたいなこと。そうそう。それはわかりますよ、私。で、国立の夜のファミレス。だったら、あの、雰囲気ね。そう、上下ジャージのね、便所サンダル履いてるね、ちょっとこう、怖い、ちょっとね、ヤンキーみたいな。みたいな、足をこう片膝を上げてね、ドリンクバーをね、いろんな味を混ぜたりしながら、ね、あの有意義じゃない時間の過ごし方ね。そう、うん、それでね、あそこはね、国立のね、まあ、ちょい真横で、あのネタを書くのも西の方のファミレスがいいんですよ。ほう、落ち着くというか。そうそう。で、僕最高で、高速乗って、談合坂サービスエリアで、一人で深夜ネタ書いてたのが。そんなやついないです。初めて聞いた。サービスエリアでネタ書くやつ、初めて聞いたか、ね。で、自分の行動をね、分析して考えてみたらね、俺ね、多分ね、病んでるんですよ。自分で分かってたら大丈夫だ、これ。うん。自分で分かってたら大変ですよ、これは。談合坂まで行っちゃうんだもん。談合坂で。全然ネタ思い浮かばなかった。牛タンつくね、美味しいんだけどね。知らないです。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オアドリのオールナイトニッポン聞こうぜ。春日さん、なんじゃい、メールたくさん届いております。でしょうね。あ、先ほどのですね、パーティーグッズ、あれに関するメール来てます。カスガの、カスミンの、そうですね。名前の方がちょっとないんですけれども、件名、カスミンのパーティーグッズ、こんなのも見つけました。カスガさんマスク、細目くんです。細目くん。はい。なんか、カスガのマスクですか。細目なんですかね、カスガさんの印象って。細目だって言われたら初めてだけどもね。カスガさんのマスクで、細目くんっていうのがあるんですって。商品に、ツッコミのやつの方がおもろいという張り紙がしてありましたって書いてある。どういうことなんだよ、それ。何引きになると思ったんだよ、そのキャッチコピーが。怒ってますね、カスガ。意味がわかんないですって。カスガのマスクつってる。何ツッコミのやつの方をプラスな感じで書いてるの、それ。これはでもね、カスガさんね、これ間違ってます。ボケのやつの方が面白いですからね、やっぱりね。そう、当たり前のことになっていった。当たり前のことをなぜそんなに仰々しく言ったんだよ、それ。いや、写真撮影とかあるじゃないですか、雑誌の。ええー、ございますよ。で、春日さん一人で撮って、次若林さん一人でみたいな時あるじゃないですか。あの時毎回思うんですよ。春日の方が面白いって。その、春日がいろんな顔したりして盛り上がってんですよ、カメラマンさん。そうだね。スタッフさんが。で、俺もいろんな顔するんですよ。全然盛り上がんない。やだねえ、写真撮影してるって。すっげえ嫌なんだよな、春日の後撮んの。お前なんか、鬼瓦とか、へえとか。トゥースの顔したらすげえ笑うじゃん、なんか、あの、いい感じに仕事している人たちが。おしゃれな感じのね、そう。それはそうですよ。うん。うん。まあ、先にやればいいですよ、写真撮影はあなたの方が。俺がですか。うん。そしたら解決するからね。まあ、細目くんって何なんだろうな、それ。細目だからじゃないですか、カズマさん。いや、細目って言われたことないよ、だから。あ、そう。なんかの時の表情なのかね。なんかそういう風に見えんのかもしんないですね。皆さんみたいなこと言ってる時の表情なの。でもこういうマスクとか商品とかパーティーグッズがいっぱい出たらなんか、その芸人は危険な匂いがしますね、なんかね。大丈夫ですかと思いますけど。どうすることもできないからな、それはでも。全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。あのメールで、資料が届きました。どういうことですか。あの先ほどの細目くんの写真入りの資料なんですけども、春日さんご覧ください、こちらです。春日じゃないですか。完全に春日ですね。
いや、カスガ、細目くんって書いてこう、カスガ。いや、カスガです、それは。いやいや、細目くんですじゃなくて、スタッフの人すごい言ってきてる。だって、トゥースもしてる。これトゥースでしょ？これトゥース、だって指立てて、ヘーの時の顔で、七三でテクノカットですもん、何を。ネクタイして。で、細目くん、あの人気急上昇中の芸人のマスクです。宴会や文化祭で使えば人気者の仲間入りって書いてある。はぁ。だって下には平和の鳩山くんとか、鳩山くんは鳩山くんって言うんだね。あと、ミスター・オバマ・マスクって。これ、ストレートに勝負してるじゃん。これは危ないんじゃないミスター・オバマ・マスクは。あ、アメリカだから大丈夫なのか。いや、そんな抜け道ねえだろうよ。秋葉の太郎くんが、前のね、首相の。うん。でも、細目くん結構遠い、細目なんだね、カスが。細目なんて言うと初めてだぜ。あー、ほんと。変装用カツラ、マスク、小物。楽しいね。チュースになって、これちょっと物申した方がいいんじゃないですか、カスガさん。いや、でもあれは細目くんだからって言われたらもうグーの音も出ないぜ、こっちは。確かにな。うん。まあでもこれは細目くんですね。はい。カスガだけどね、これは。これは細目くんです。どうにかならんかな、これ。いや、でもしょうがないですよね、そうやって、もう、あるわけですから。そうだね、在庫ありって書いてあるもんね。そうですね、俺もなんかないのかな、能面くんみたいな、なんか、無表情くんみたいな、俺も出ないかな。それだって、被ったところで面白くないでしょう、だって。そうですよね、多分元の顔の方が面白いでしょうからね。そうですよ、それは。皆さんが被ってる。はぁ、どのくらい売れるもんなのかね、そういうのは。うん、売れないでしょ。いや、売れるでしょう、これ。さあ、ということでですね、こちらのコーナー行きましょう。電話で全国アンガー。さあ、全国36局ネットのこの番組、どこの局でどんなリスナーが聞いているかを確認し、あなたの地方でオードリーはどの程度の人気かを確認するコーナーでございます。そうです。先週はですね、山形放送のリスナーの方と電話で話してですね、山形地方でのオードリーの人気は、M1 の時が最高潮だったが、すでにピークを過ぎた、そういう事実が明らかになりました。確かにね、衝撃的だったな。はいはい、あ、うん、M1 がですか。いやいやいや、だからその事実が、はい、あ、事実が出て、まさか山形がそんなことになってると思わないからね。あ、本当です。電話してみるもんだね、これね。あ、でもこれは事実みたいですよ。あ、そうでございますか。はい、この間もネタ番組に出たらですね、最初の歓声がちょっと落ち着いたなと私思いましたが、うん、冷静な判断ありがとうございます。はい、さらにですね、リサちゃんのパンツは茶色という衝撃的なやつも明らかに。あれよく言ってくれたよね。いやー、でもさ、最後の最後で、いや俺春日って、すげえなと思ったのは、やっぱりリスナーの方もそうだと思うんですけど、あの子が茶色のパンツを履いてますって言った時点から、もうテンションが上がっちゃうね。やっぱり上がっちゃうよね。茶色の、なんか想像力がガッと増すね。うん。茶色のパンツ履いてるんだと思う。そうよ。今まで喋ってた女の子は実は茶色のパンツ履いていたんだっていうのもあるしね。そうそうそう。グッと上がりますよ、これは。ね。うん。まあ、今週はですね、OBC 大阪放送でこの番組を聞いている人と電話をつなぎます。うん。まあ、関西の芸人さんたくさんいる画城の中で、のオードリーっていうのはこう関東の喋りですからね、関東弁ですから、オードリーファンがどのぐらいいるのかと。まあまあまあ。で、これトミーズのマサさん曰くね、オードリーは関西でも大丈夫だというお墨付きいただきましたね、この間ね。ただ、テンプルを叩くのだけはやめろというね。そうね。うん、ことを毎回ね、言っていただいてますけれども。元ボクサーの方ですから、ね。はい。詳しい。オードリーファンの方もしかしたら関西で、肩身の狭い思いをしてるかもしれません。うん、関西ではどのようにオードリーは捉えられているのかを聞いてみたいと思います。うん、生な声を聞きたいやね。はい。うん、それではいただいたメールの中から一人を選んで電話をします。よっしゃ、参ろう。お願いします、カズマさん。間違いなしだっけな。よっ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 。よいしょ。はい。さあ。はい。かかりますよ。はい。さあ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 。さあ。お、かかった、かかった。かかりました。さあ、起きてるかな？寝ちゃったかもな。うん。はい。お、あ、もしもし。もしもし。もしもし。あ、お、オードリーです。はい。どうも。どうもどうも。こんばんは。こんばんは。あ、いいですね。お、こんばんトゥース。こんばんトゥース。いいね、鼻から声出てる。大丈夫、トゥースってそう大きい声出しても、今、うん、お家の方は大丈夫？おうち、今、親がラジオ聞いてます。え？このラジオ？パンツ、連呼しすぎでしょ。あー、すいません、いただいちゃったな。それは何？何親が？その男親なのか。母親、妹。
母親と妹、あ、全員女性。はい。ご家族で応援してくださってるっていうことですか？はあ。ああ。そうでもないみたいですね。まあまあね。ちょっとちゃうかな。はい、あ、ちょっとちゃうと。ちなみに、まあ、確認なんですけども、私が今電話で話してるのは、はい。ゆかくんですか？はい。ゆかです。あ、ゆかさん。はい。うん、さあさあ、お年は？お年は22歳です。22歳。あ、いいね。ピチピチしてるね。うん、年齢がですか？年齢はですよ。あ、お肌もそうですよ。あ、わかりますか？わかります。ピチピチしてますか、お肌は、ゆかさん。今日はなかなか調子いいですね。ありがとうございます。いいですね、どっち？色白？それとも色グロの方？どっち？うん？いや、赤い。赤い髪がさしてる。あれからその春日とちょっと話して緊張してんのかな？緊張してますよ。春日さん、大阪の笑い取ったじゃないですか。取りましたよ。取りましたよ。わしづかみにしなくて。何やってる方なのかな？大学生です。ほうほうほう。大学生ですか？大学？何年生ですか？4回生です。あ、そうだ、4回生。4回生。関西の方の人、はい、回生って言うんだよね。そうそうそう。何回生ってね。はい、そうです。ね、東京は何年生？まあまあいいんです。はい。芸能人で言うとこ誰に似てんのかな？あんま言われないんですけど。はい。私からない。小田久美ちゃん。はあ。じゃあ結構そのセクシーボディってことかね。セクシーボディ。うん。セクシーボディ。セクシーボディ、ね、そう、その、うん。はい、顔が倖田來未さんに似てる感じで、はい。その、ボディの方はどうなのかな、じゃあ。ボディは、細くないです。あ、うん、あ。あ、そうです。いいですね。うん、いいですね。ちょっとその、まあ、なんつうの、その、ふくよか？ふくよか？ぽっちゃり。うん。ふくよかです。あ、ふくよか、いいですね。いいですね。こう地元のね、はい。これ一応聞かなきゃいけないんですけれども。あ、はい。地元のラジオ局で人気のパーソナリティ、もしくは人気の番組って何じゃろうね。うん、中西文子さんの、今日も元気にっていう。今日も元気に。今日も元気に。なるほど、あの中西文子さんの。はい。今日も元気に。中西さん、ね。完全にもう大阪の方ってのは分かりました。分かりましたね。分かりました。うん。さあさあ、じゃあ、ちょっとね、はい、得意なモノマネなんかをね。はい。一つ言ってみようかね。はい、松浦彩さんの、はい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 、なんか、よく春菜愛さんとかが、はい、その、ほう。ライブとかでやってる、うんうんうん、あ、春菜愛さんが、口パクやってるやつ、うん、あ、いや、あ、いやいや。はい。うん、全然、似てないです。あ、いや、全然大丈夫よ。いいですよ。うん。おう、過去二人も、そんなには似てなかったんで。ほらほらほら、いない人の悪口的なこと言うんじゃないはい、大丈夫ですよ。今ので。はい。はい。そうそう。やるんですよ。お願いします。そうですよ。はい。はい。はい。やります。はい。どうぞ。あややこと、松尾あやでーす。オールナイトニッポン聞いてるみんな、こんばんはなるほど。今、お母さんどんな顔してる？お母さんの顔見ないように離れてる。うん、お母さんの顔のね、全然な状況を知りたくない。親に見られたくないわ。そうですよね、さすがに。あややのモノマネを本気でやってるとこはやっぱり親には見られたくないですよね。なんだかなぁ。見てへんってもう言われてるんで。あ、本当ですか。あら、そうでございます。ちなみに、オードリーのファンっていうことでいいんですよね、はい、ゆかさんは。違うんですか？あ、ちょっと、ちょっと、ファンです、今ちょっと。あ、そう。あ、はい、黄色い。ファン歴はどのぐらいですか？ファン歴は、ちょっと、M1 ぐらいからですかね。あ、やっぱり M1 がピーク最高潮だったっていうのは全国的なことなのかもしれないですね。そうですね。何だろう。テレビがなかったんで、うち。あ、なるほど。テレビがなかった。サイゼリア食べ尽くしは最高潮ではないっていうことですよね。見ましたよ。あ、本当ですか。まあまあ最高潮の段階でずっとキープしてるってことだから。なるほど。それはいいじゃないですか。僕たちですね、はい、ちょっと喋り言葉が関東なんで、はい、関西での人気はそんなに ないんじゃないかと思ってんだけども、ああ、それどうですか。あ、でも友達に、そのオードリーさんちょっと、オールナイトニッポンやるよって言ったら、うん、あ、そうなんやって言われて、うん、あ、ラジオといえばライセンスがネットラジオ出るねんけどっていう、うん、返しとか。あ、
あらー、ね、なるほどね。あんまり。芸人さんめっちゃ強いですね。あー、ですよね。やはりね。そうですか。じゃあ、オードリーは、まあ、あんまり芳しくないという感じですかね。いやー。うん。それなりにっていう感じです、うん、それ、あ、でもやっぱり吉本ちょっと強いかなっていう感じですね。あ、なるほど。ということは、そのゆかくんは、肩身が狭い思いをしてるってことですか？いや、でもまあ、それでもオードリー、面白いよ、面白いよって、ずっと。うん、あ、もうじゃあ、あ、いい子だね。うん、はい、ありがたいですね。ちなみに今どんな格好しているのかな？今は T シャツにハーフパンツです。あの、一応、あの、確認のため言っておきますけど、ここから、ソフトテレクラコーナーになるので。うん、はい。そうね。春日のね。ね、はい、うん。で、はい、お部屋には一人でいるってことですか？あ、今一人です。ああ、一人。自分の部屋。さっきか、はい、さっきじゃあ、モノマネをするタイミングで自分の部屋に入ったということですか？2時回る前に。あ、なんででも電話かけてるときはもう一緒じゃないってことね。もう一緒じゃないです。お母様と妹様と。あ、そうそう、あ、なるほど。はい、ああ、なんだかできればね、一緒にね、うん、こう、電話したかったなみたいなところありますけれども。はい、聞いていただいてるみたいですね。うん、はい、まあ、聞いてるわけだからね、結局のところ。うん、なるほど。そうですね。それとちょっと違うのかな、その一緒に電話するっていうのは。そうですね、目の前にいてたらちょっと。うん。わかりますよ。はい、なるほど。まあ、その壁を今日越えてみるっていうのもね。ちょっと、カズカさん、テレクラのやつ聞いてんよ。テレクラのやつっていうのやめなさいよ。テレクラのやつ聞いてんよ、うん。なるほどね。あの。俺、それ、毎週楽しみにしてんの。まあ、T シャツと短パンなわけですよ、ね。T シャツと短パン。はい、お風呂は入ったのかな、これ。お風呂は入りました。ほう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 。ありがとうございます。全部洗いましたか、今日は。ん？全部洗いましたか？ありがとうございます、うん、はい。髪型はどのぐらいの長さなのかしら。髪は、セミロング、うん。あ、セミロング。セミロングで。あ、セミロングで。はい、はあ、はあ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 。今濡れてるのかね、髪の毛は。あ、乾かしました。あ、なるです、なるです。ペディキュアはもう塗ったんですか？塗ってないです。あ、塗ってないです。いつも塗ってるんですか、はい、ペディキュアは。ペディキュアは恥ずかしいね、ちょっとね。カズさん、早く下着の色聞いて。いや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 、ちょっと。毎週楽しみにしてる。待ちたまえ、若林くん。段階ってのあるわけだからさ、色想像させた上で、聞くわけよ、部屋の感じとか。ね。下着の色は何色かな。すぐ行くんかい。下着の色は、黒です。あ、黒黒黒茶色黒黒出ましたよ、22歳で。いや、黒だとね、この音楽なるんですよ、うん、黒はどうですか、若林さん。黒のちなみに形を聞こう。その黒はいいんだよ、全然。ちょっと待って、あの、先週ね、その何、透けるそれ今から俺聞くんだから。あ、聞けていいよ、じゃあ私黒のパンツはですね、はい、お尻が透けてるっていうデザインじゃないですよね。あ、お尻は透けて、はい、ないです。おー、危ない。イエス、よっしゃー。俺今ね、ラブ大阪、ゆかさん冷たいでしょ。ういこ透けてるって言ったらどうしたのかなって思ったね。どうすんの、どうすんの。さっき光でね、行ってやろうかと思いましたよ。行ってどうすんの、行ってどうすんの、それ。もうズボン脱がしてね、透けてる部分をバンバン叩きますよ、俺は。それはそれ楽しそうじゃないかね。え、あ、そうでござんすか。はい。はー、それ黒の下着をね、その着用した理由的なものはあるのかね。はい、そ、なんか、あるじゃないですか、女性にとって。あ、理由、とりあえず茶色と被ったらあかんなって。素晴らしい。はい。いや、これ嬉しいね。うわ、嬉しいね。さすが大阪の方ですね。これ今後ね、電話する方もちょっとね、参考にしてほしいですね。まあまあ、必須じゃないですけどね。できればね、変えてもらった方が、こっちのテンションも、うん、はい、まあ変わるというね、上がるってことです。でも色だけじゃないですか。柄とか、表柄とかもありますから、後ろが、ケツが透けてさえいなければいいんですよ。うん、あ、そう、こだわるね。こだわりますよね。それはね、上下、もう黒で揃えて、それと、それどういうことですか？上下揃えてます、黒で。あ、上はノーブラです。オーフ、オーフ、オーフ、ノーブラガール。オーフ、オーフ。それは、あの、寝るときはいつもノーブラなんですか？はい、いつもそうです。その、じゃあ、ちょっとあれかな。まあ、これ答えづらかったら答えなくてもいいっちゃいいんですけども、はい、カップ数ちょっといただきたいな。カップ数は、うん。なんか店やったら D って言われたけど、え、自分では C だと思ってる。 D、 いや D だ、それは D だよ。あなた D の誇り、自覚を持ちなさいよ。うん、誇り持ってる D は。そうだよ、ね、店の人は絶対だから、ね、うん、うん、素人判断いけない、あなた D だ、うん、あ、はい、あなた D、 店の判断に従います。そうですよ、
はい。ほー、ということはあれですか、その、D カップを、その、ノーブラ寝てるということは、T シャツ一枚ということは、うん、もう、ね、こう、結構主張し、させたまま、寝てるってことですよね。そこまで。おおー、こっからと思ったのに。はい。こっからと思ったよ。そこのトーク止まりなさい。止まった。トーク警察捕まった。ゆかさんはね、夢があるんですよね。ああ、夢ですか、はい。はい。ほら、これ嬉しいこと書いて、もうそんな、あんたね、あんたね、浮き乳首のことを聞こうとしてる場合じゃないです、これ読んだら。いや、聞きたかったんだけど。いや、ゆかさんはね、下積み生活の長かった、はい、オードリーに勇気をもらいですね、うん、漫画家を目指してるんですよ。はあ。ね、ゆかさんね。はい。そうですよ、それをね、あんたね、T シャツに乳首が浮いてくるかどうかを勘弁してください、勘弁してくださいよ。いやいやいや、つけてるかどうか結構重要な問題だよこれは。だって言ってもまあまあ漫画家、あ、そうでございますか。はい。どの今そのどの手どのぐらいの感じなんですか、その夢に向かっているその来月に投稿してみようかなっていうふうには。ああ、いいじゃないですか。それは何漫画ですか、ね、その少女漫画とか。少女漫画ですね。はあ。それはストーリー的にはそのラブなのか、それとも。ラブな感じで。いいです、ね。オードリーは出てきたりするんですか、その部屋でくつろいでる女の子がつけたテレビに出てて。でも、女の子が落ち込んでるみたいな、そういう感じ。はい。OK 出してくれるんやったら。はい。ああ、使ってもいい。いただきたいです。ああ。じゃあ、細目くんっていう。細目くん。テレビに出てる。いやいやいや、ちょっと。ややこしい。ややこしいよ、それは。細目くんと、鳩山さん。それも別のコンビになっているからね。うん、そうです、ね。そうで、まあ、頑張っていただきたしだよね、はい、これはね。はい、なんかその、もしね、もしてか、まあ、その、漫画も採用とかされたりすれば。うん、はい、結果をちょっと送っていただきたい、ね。そうですね。後々ね。うん。ええ、どうだったのかみたいな。いやー、もうぜひ。なるほど。うん。結果と、あとその時履いてる下着の色をちょっと送ってもらいたいな。わかりました。また。じゃあまた黒じゃないやつを。うん、そうね、ありがたい、ありがたい、ありがたい。うん。できればそのイラストもね、漫画家目指してるわけだから、イラストも上手いわけだから、はい、その自分のそのね、イラストも。あ、はい、わかりました。藤川さん。おう。やめてください。ダメですか。ここまで聞いたらよろしい。気づかしないでください。そうでございます。はい、さあ、ということで、ゆかちゃんをですね、うん、大阪府のオールナイト宣伝大使に任命いたします。素晴らしい。今後ですね、ことあるごとに周囲にオードリーのオールナイト日本は楽しいと言いふらしていただきたいんですけども。うん、あ、はい。大丈夫ですか。わかりました。はい。なんか、あれですよね、はい、行って、私も聞いてるみたいな感じになると嬉しいですね、それも報告いただけたらね。まあそうでございますね。はい、言われる前にも聞いてたよ、みたいな。はい。うん、はい。お願いしますね。ということで、ゆかさん、はい、漫画をね、書くの頑張って、細目くんの登場を楽しみにしますから。あ、はい。はい。細目でもいいですわ、はい、出れれば。はい、うん。次回はパンツの色を変えて、またお会いしましょう。はい。お願いしますね。はい。お願いします。はい。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、ということで、春日さん。盛り上がりましたね、。できればね、ちょっとお母さんのね、下着の色も聞きたかったんですけどもね。やめてください。その場にいないということで。非常に残念でしたけれども。はい。さあ、来週の場所はね、うん、どこにしましょうかね。そうでござんすな。じゃあ、あれにしようよ、若林氏。はい。先ほど言ってたさ、クレジット隊の、うん、その、応募しやすい、採用されやすい件。これね、スタッフさんがね、うん、クレジット隊地域別の、どのぐらいの応募なのかっていう数の、チラシが今入ってるんですけども。はい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 。手薄な件にですね、うん、矢印で手薄と書かれてます。書き方を考えなさいよ、これ。手薄なんか少ないとかでいいでしょうよ。ちょっと山形に、他のね、例えば、福井とか手薄、うん、山梨の矢印で手薄ってあるんですけど、うん、山形に関しては、うん、先週電話したばかりなのに手薄って書いてある。そんなの書かなくてもわかるからさ。でもね、ま、これね、地方によって一個ずつぐらいなんですよ、手薄が。ただ、ほうほうほう、四国に関しては、うん、四国地方全域で手薄ですって書いてあるんですよ。紙に。丸ごと手薄ですか。はい、だからちょっと。四国行こうよ、じゃあ。四国は結構なぁ、そうなんだよなぁ、うん、営業で行ってるんすけどね。そうでござんすなぁ。四国のどこにしようか、これ。
四国は、徳島、香川、愛媛、高知。私の高知の初のね、ロケのあれもありますけど、徳島はまだ行ったことない県ですからね、四国。そうでございますな。愛媛、愛媛、香川。愛媛はあれか。二回ぐらい行ったことあるか。愛媛、ありますね。愛媛にするじゃあ。じゃあ、愛媛の方に、それでは。愛媛。愛媛行きましょう。よし、愛媛行こう。決定。愛媛県はですね。はい。南海放送でございますので、愛媛県の方じゃなくても、南海放送で聞いていれば大丈夫でございます。なるほど。ということで、来週は南海放送で聞いている人に決定でございます。よーし、よし、よし。ということで、来週このコーナーで話したい人はメールをください。女性限定でございます。もちろんそうでございますよ。メールには次のことを書いてください。家電の電話番号、携帯じゃダメなんですね。そうそうそう。で、2時頃電話しても大丈夫な人。それから、お尻が透けているパンツを履いてない人。それは別に書くのはいいと思うけど、ね、茶色と黒以外のパンツの色を履いてる人になります、そして地元、南海放送の人気パーソナリティ名、人気番組名を書いてください、そして得意なモノマネ、こちらも書いてくださいね、これなんでモノマネやるんだろうな、これその人のパーソナルの部分を見るからです、ああ、なるほど。そういう理由があるんですね。ありますよ。誰かの趣味かと思ってましたね、これ。いや、違います。これはもう前から。急にモノマネなんだもんな。やめてくださいよ、その、制作の方に口出してくる。春日さんはプレイヤーなんですよ。そんなに私、大それたこと言った？そうですよ。ああ、そうですか。うん、まあまあいいですけどね。まあ楽しいからいいけど。ということでね、あなたの名前と年齢を書いてメールを送ってください。うんうん、そう、ちなみに、だからこれ毎回言ってますけども、はい、その男性であっても、はい、最後まで女性だと騙すことができれば、男性でも OK ですからね。春日さん、そちらなんですけど、男性を、いや、女性を装った男性の方の応募がね、うん、2週連続ゼロなんですよ。嘘でしょ。なので、もうそれは来ないっすか、さ。嘘でしょ、はい、やっぱ自信ないのかね。いや、わかんないですけども、ね。ずっと女性ソース自信が。わかんないですけどもね。例えばさ、IKKO さんはさ、が応募してきたら、どうなの？電話できるわけ？電話できるよ、それは。IKKO さん。だからその女性電話なわけだから、見えないわけだから、はい、うん、女性だと思わせればいいわけよ。なるほど。うん、単純な話ですよ。わかりました。うん。じゃあ、そちらの方の、自信がある人はね。自信も待っております。うん、メールアドレスは kw@allnightnippon.com、うん。タイトルに電話で全国行脚と書いてください。はがきの場合は、郵便番号 100-8439、日本放送オードリーのオールナイトニッポンで待っております。うん、ここで、先ほどお話しした、つまらない粗品のですね、応募方法のお知らせをいたします。と、ちなみに、お互いの粗品を、ここで発表しちゃいましょう。それでは、春日さん。はい。粗品の発表よろしくお願いいたします、うん、まあ、私の粗品というのは、はい、まあ、簡単に言えば、漫画の本なんですよ。はい。手塚治虫先生の、はい、ミクロイド S。ミクロイド S。の第2巻です。春日さん、手塚先生も大好きですね。そうなんです。はい。これはですね、私、春日が、はい、ダブって買っちゃった、あ、本なんですな。ああ、なるほど。そうそう、古本屋さんの100円コーナーで、はい、これもってないだろうと思って買って、はい、家帰ったら家にあったというね、はい、非常に膝から崩れ落ちたという、あー、悔しくて、無駄に使っちゃってね、そう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 、春日さんはそれはショックでしょうよ。で、まあちょっとダブって持ってるという本をプレゼンテーションいたします。これは、これ断ったんですけど、先ほどこう改めて本当につまらないものです。いやいや、そんなことはないでしょうよ。もう淀川長春の口調で言いたいですけど、本当につまらないですねっていう。さよなら。さよならと。はい。うん。さあ、いいんです、粗品だから。はい。おたくさんは何なのかね。僕の粗品はですね、うん、僕最近ですね、カメラの一眼レフを買って、写真をいっぱい撮ってるんですけど。ああ、撮ってますな。はい。その一眼レフの写真をですね、プリントアウトして、何枚か送ります。あら！はい。あ、そうかね。どのぐらい撮ってるの、はい、ちなみに、枚数。100枚、200枚は撮ってますけども、いろんなトーク番組のですね、打ち合わせで、最近一眼レフを、うん、始めたんです。ええ。ちょっと写真を見せてください。見せるとですね、うん、トークとして採用されないというね。そのぐらいつまらない写真です。つまらないですね、はい、それは。はい。あら、そう。つまんない写真ですよ。はぁ、はい。見てみたいけどね、逆にね。
あ、俺の写真をですか？うん。あの、あれですよ、ボケたりとか、うん、面白い写真とかじゃ本当にないです。例えばどんな写真撮ったの？そのなんか一例でいいからさ。例えばですか？想像ちょっとしづらいからそれ出してもらわないと。例えば。例えば、電線とかですね。普通に？普通にです。で、僕はだからその、笑いを取りにも行ってないですし、ガチで、ガチで、センスのいい写真を撮ろうとして、届いてない写真ですか？なるほど。それはつまらないですなぁ。マジで滑ってる写真ですから。はぁ、欲しいと思う。ちょっとアートブローとして失敗してる写真の数々を、プリントアウトして送ろうと。なるへそ。ええ。おぉ。というわけで、応募方法、これよく聞いてください。これ間違えちゃうと当選されない。もちろんそうだよ。応募方法は、先ほどの電話の中で出た、パンツの色を書いて送ってください。いや、ちょっと、それはその、さっきのこのゆかちゃんに許可を取ったのかい？これは大丈夫なのかい？取ってないですけど、あの色はみんなの色でしょうが。確かにね。ええ。もう、表だったわけだから。ノーヒントですよ、本当にこれはね。そうかそうか。まあ、ついさっきのことだしね。やめてくださいね、明日、友達に会って、色なんだったっけと確認して。あ、ダメだ、それダメだ、不正はダメだ、不正は。はい。うん。ということで、懸命にパンツの色と書いて送ってください。本文には住所、氏名、年齢、電話番号、そしてどちらの粗品が希望かを書いてください。うん、メールアドレスは kw@allnightnippon.com でございます。よろしくお願いします。オールナイトニッポンでは皆様からのメールはがきを募集中でございます。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。はがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで皆様からの温かいメールをはがきお待ちしております。大地へよ振り絞れ。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。ことわざ格言、それは私たちの先祖から送られた言葉の結晶。人々の知恵と真理が凝縮されています。それでは名教国語辞典から今日の格言。旧乳の一毛。先週はボロボロだったけど今日はわかるよね、若林くん。あ、俺続け玉ですよ。俺か。さあ行きましょうよ。ど旧乳の一毛。急がないと。いやいや、あの辞書ね、その前にあなたその旧牛の、とりあえず、いや、俺、おバカタレントだからさ、もうわかんないからすぐに調べて。いや、一応その言ってもらわないと。いや、おバカタレントだからさ、俺。いや、確かに、おバカタレントって、まあ、確かに売ってます。旧牛の一問。うん。一問。一問。どういう字を書くか、まずわかるかね。急な牛？急な牛に、旧牛ね。旧牛。旧牛、一問は？一問は、急に来た牛の、あれですよ。一本の毛ですよ。あ、一つの毛ね。はい。急に来た牛の一本の毛。はいはい。それ意味合いはどういうことなんですか、これは。これはですね、牛がですね、急にですね、突撃してくるんですよね。急牛だからね。はいはい。うん、で、それは、何かの例えなんですけどもね、うん、ちょっと辞書で調べていいですか？いやいやいや、何かしっかりした答えをね、出してから行きたまえよ、正解。答え合わせみたいなのできないじゃん、これだったら。じゃあ、そんなに言うんだったら、うん、字変えていいですか、じゃあ。字？急牛の一番。ああ、いいですよ、いいですよ。あ、急ぐ牛の一つの毛じゃなくて、はい、どういうふうにするんですか？ね、急牛はね、うん、あれですよ。急牛はもう、急、うん、するの急。同じ変わってないさ。
変わってないですよ。はい。旧牛の完全に変わらずでいいね、じゃあこれ。うん。旧牛。急ぐ牛の一つの毛で、うんねうん、これどういう意味なのかっていうところ、そういうことだから今聞かれてるのは。旧牛の一毛でしょ、うん、だから、うん、その、急にね、うん、その牛をね、うん、あの、調理して出したもんだから、うん毛が一本こう混ざっちゃってるって牛の毛がね。あ、なるほどね。だから急いでね、うん、牛丼を作ったからって、うん、いいことじゃないですよと。なるほどなるほど。落ち着いて毛が牛の毛が入っちゃってるんだよ。急がば回るみたいなこと。そう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 。さあ、落ち着いて。ああ近かったなー。ちょ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 答えよ。急牛の一文字は急、うん、数字の急に牛で。急牛はい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 。の一毛は一本の毛の一の毛ですか。たくさんの中の極めて少ない部分、また取るに足りないこと、多くの牛の毛の中のたった一本の毛の胃からと来てます。はあ、取るに足りないことだ。はい、惜しかったですね。一文字で違いですもんね。まあそうですけどね。ああ、そうですか。まあ意味は全然違います。意味は近かったですけどもね。意味は全然違いますよ。さあ、落ち着けということでね、まさか2週私に来ると思わなかったですね。確かにね、そういうこともあるんですか。うん。白紙の台本みたいですね。あれ3週ですけどもね。あれ3週です。大したもんだ、大した。さあ、このコーナーは転じれば何だってことわざになるんじゃないかということで、うん、日常の出来事から新しいことわざ、格言を作ろうという企画でございます。なるほど。いっぱい来てますね、メール。はい、読んでいきましょう。まずはこちらから、うんラジオネーム小田真希さんからいただきました。はい、可愛いは反比例する、うん女性が可愛いという子を大抵の男性はそう思わない、うん、逆に男性が可愛いという子を女性はあまり、うん認めたがらない、はいはい、転じて男女の可愛いには大きな差が生まれるというね。ああ、これはもう言い当ててるよ。これうましですな。これうまいんですよ。ああ、大したもんだ。褒めてやろう。はい、じゃあ続いてこちら。うんラジオネーム、荒野にそびえる一本柱さんからいただきました。うん春日するならテクノカットまで。ほう。大抵春日さんの真似をする人は、うん、ピンクベストを着て髪を七三にするが、うん、テクノカットにしてもみあげを剃る人はいないという。転じて、うんうん、中途半端は格好悪いということでございます。春日さんのモノマネ番組とかで、春日さんのそっくりさんで出てくるときは、うん、もうテクノカットにしてこいということですね。確かにね。中途半端にならずにという。ああ、テープで貼ったりする場合もあるもんね。そうですね。おたくさんもそうだったでしょ。あ、そうか。俺が春日をやるときは。逆でさ、うん、あの漫才やったこともありますけれども。はいはい。あれも落とさなきゃ。もみあげよ。あ、ほんとですか。ドンって。そうだ、テクノカットコンビってことになりますね、それ以降は。ええ、まあ、そうなってくるけども、はいはい、さっき考えちゃいけねえよ。もう3人だけになっちゃうね、テクノカットの芸能で。うん、俺と春日と、うん、ね。誰でしたっけ？あの人、ほら。誰だっけ？あの柳沢慎吾さん。柳沢慎吾さん。この3人になっちゃう。ね、どう忘れちゃった、今俺。頼むよ。はい。頼むよ。すいません。さあ、続いてこれは良かったですね。ラジオネーム、スケパンデカさんからいただきました。うん美しい熟女も時にブスなり。ほう。どんなに見た目が美しい熟女でも、うん、時にタンスの匂いがする時がある。転じて、結局、熟女は見た目じゃないということ、はい。これ深いですね。これ深いです。これ深い。数が非常にわかります、これは。さあ、続いて、こちら。うん、お、行くね、どんどん行くね。あ、どうぞ。いいよ、いいよ、どうぞ。一応、それ、引っかかる、あるんだったら行っちゃうの。はい。読んであげた方がいいよ。ラジオネーム、キックボクサー、クララさんからいただきました。うん。掃除は日常の恐怖なり。うん。学校から帰ると綺麗に掃除された自分の部屋、うん、そして机の上になぜかきっちりと置かれたエロ本、うん、無言の母親、うん、転じて、うん、母親は掃除名目のガサ入れを行うということでございます。なるへそ、なるへそ。これはありますね。そう、自分の部屋にきっちり、これあれですよね。あの掃除とかじゃなくて、うん、あのこう僕こうあの中学とか高校の時オナニーしてるじゃないですか。でオナニーしててちょっとバチたまるよ、はいはい、スッと行くんじゃないよ。はい、とんでもないこと言いましたよあなたは。いやいや、まあ、いいけどもね、うん、いや別にそれで、うん、開いて、うん、あのフィニッシュするじゃないですか。もちろんそう、フィニッシュなんとそれはね、うん、あのしたことにならないで、俺その後さ疲れちゃってさ、うん、こう壁にさ背中つけてさ、うん、あの明日のジョーの最後みたいにこうしばらくなったまま真っ白な灰に寝ちゃって、ええ、で、その朝オナニーしたもんだから、登校前に、うんうん。そのまま開いたまま家出ちゃったっていうことが、高校、中学合わせて5回あったの。
学ばないね、君は。失敗から。そうですね。で、母親にこう、見つかっちゃってんだよね。閉じて置いてあるんだろう。掃除するまでもないですな。うん。それはな。春日さんはこういうエロ本が見つかったり、春日のエロ本を捨てに行くっつって手伝いに行ったことあるもんね。ありましたな。うん、大量。公園に行ってね。うん、巻きましたもんな。巻いた巻いた。もうね。うん。どんだけ遠くまで。春日さんは、春日さんのお母さんに、エロ本を見つかったりはしてない。おそらくはしてないと思うけれどもね。あ、本当ですか。うん。もう完璧に、完全犯罪です。完璧に隠してたもんだって。掃除をされないところに隠したもんね。ああ、さすがですね。何が、表彰状とかが、はい、まあ、飾ってあったりする。はい、何上の針のところに。はい。で、学部人みたいな。そのこの表彰状がこう斜めになるじゃない、針に。その斜めのそのところ後ろ。あんなとこに書くね。あそこにぎっしり。でもさ、何冊もさ、入れちゃったらさ、がっちり固めてるもんじゃないか、落っこってきたじゃないの。落っこって、これ針にこう引っかかってるから、何の表彰状の後ろに隠すなんだっけな。健康優良児みたいな。あのね、違う、皇室で、金賞取った時、皇室ってわかる習字みたいなエピソードとか、あとその少年野球の、優秀選手賞みたいな、やつのところとかに、ぎっしり。たまーにパッて見ると、ちょっとその、出てたりするんだよ。痛い痛い痛いと思って、急いでペットに登ってね、ぎゅうぎゅうに押してる。絶対バレてんだろうね、そんなの、ね。どうなんだろうね。今はもうないの？今はもうないよ。今はもう、でも、うん、そうだ、はい、今も、はい、今、引き取って自分、今住んでる部屋にある。あ、本当ですか？だから、実家を出るときに、絶対にそんなのバレるじゃないですか。はいはい。ね、残してきたら。はい。負の遺産を。負の遺産ね。負の遺産残したらバレるから全部段ボールに詰めて、今の部屋に持ってきてます。持ってきてんだ、もう。捨てるのはちょっとなんか。高校の時使ってた。そうそう。今はじゃああれですか、フジテレビニューウェーブ大賞の大賞の表彰状の裏に置いてるんですか、春日さん。今はもう一人暮らしだから、必要がないからね。隠せよ、お前。たまにロケさ、スタッフさん入るとき、たまにお前の熟女の色が、はみ出てるときあんだ、あれ、お前。いいんだよ、別に一人暮らしなんだから。かかとでカーンって押してんだ。頼むね。ありますよ、私も。はい。うん、ということで、今日紹介した方にはですね、全員に図書カードをプレゼントします。嬉しい。なんと、1000円分の名教国語辞典図書カードでございます。これかなりの太っ腹でございますね。うん、そして、春日さん、それでは今日のベスト天汁賞の発表をお願いいたします。うん、これは難しいね。はい。全部良かったからね。じゃあこれにしましょうかね。行きましょう。はい。それでは発表いたします。はい。ラジオネーム。はい。キックボクサークララさんの掃除は日常の恐怖なり。おめでとうございます。うん。やっぱり、そうそうそう、僕らの思春期のね。そうね、ちょっと盛り上がったからね。この子でもあれなんだね、女子高生、ね。あら、素晴らしいじゃない。キックボクサーからよくわかるね、この感じね。隠してんのかね。いや、エロ本は女子高生読まないでしょ。いや、わかんない、そのレディースコミックとかを。いや、マエケンが読んでるような雑誌読んでるのかもしれない。ダンジリみたいな。男の尻とか言って。混合器。そうですね。あ、そうか。ということで、キックボクサークララさんにですね、うん、名教国語辞典とジーニアス英和辞典をセットでプレゼントします。嬉しい、調べ放題。太っ腹ですね、本当にね。うん、来週も天汁辞典のコーナーにメールはがきを待っております。うん、メールアドレスは kw@allnightnippon.com、kw@allnightnippon.com 天汁辞典のコーナーへお願いいたします。うん、はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポン。あなたの住所がですね、書いてないとですね、うん、図書カードも辞典も送れないんですね。そうなんだな、もちろん。なんでこのコーナーのメールには必ず住所を書いてお送りください。うん、待っております。はい、よろしゅう。ステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。
本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。アメフトの小部屋。トゥース。おお。さあ、若林さん、我々ゆくゆくはアメフト親善大使のようなものの感じにですね、任命されたら。下心見え見えの、うん、コーナーでございますけれどもですね、今まで2回このアメフトの小部屋の効果がですねやったんですけども、コーナー、全くと言うほどアメフトの話はできないまま CM を打たれてしまいました、今日も CM に、打たれてしまう危険性をはらみながらいいですねアメフトの話をしていいですね、緊張感の中でやりたいね。メールがいっぱい来ております。ラジオネーム粘土の世界さんでございます。タッチダウン後のトライ4ポイントでのタッチダウン狙いはどれぐらい難しいんですか、詳しく教えてください。なるほど。どれくらいって言われても、はい、どれぐらいとは言えないけどね。そう、これはね、フィールドゴールを狙うわけじゃないですか。そうなんですよ、でもね、高校だとね、フィールドゴールがねなかったりするんですよね。まあそうなんですね、グラウンドに、そうすると自然的にタッチダウン狙いということになるんですけれども、まあでも、点差にもよりますけどもね。そうね、だから押し込んじゃえば入るわけじゃないですか、言っても何メートル、ね、一歩ぐらいでしょ。いやあれは難しいですよ、タッチダウン取るのはトライ4ポイントの後に押し込んじゃえばで入れられるもんだと思ってるんですか、あんたは。みんなで、あと押し込んじゃえばいいじゃないですか。あんなタッチダウン狙って全然押し込めなくてなんていうシーンを何回も見てきましたよ、私は。簡単に言わないでくださいよ、トライ4ポイントの後のタッチダウンのこと。お前が簡単に言うからだよ、タッチダウン狙いの押し込めばいけるなんて。いやいやいや、結構至難の技なんだよ。俺失敗して先輩にグーで殴られたことあるんだぞ、タッチダウン。あなたまあね、走り役でしたからね。ステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。秋のフリートーク3倍祭り、若林サイドレディーゴー。春日さん、これもうさっきのアメフトの小部屋、もう CM 行っちゃったじゃないですか。また行っちゃったよ、本当に。あんな早いもんかね、いやーそうですね。ちょっとね、一つ紹介させてもらいたいよ、埼玉市のね、眉毛ブットマンくんから、アイシールド21って漫画あるでしょ、あれの原作の稲垣さんのブロ、公式サイトのブログに、我々オードリーが書かれてた。アイシールド21のよ、去年の12月23日のブログだと。まあ、M1 の後ですよね。その時に書かれてたんだって。だからもうすごいなって。なんて書かれてたか。それは書いてないですよ、だから。嘘。あとはご自分で確認しようねってことなんですよ。俺、アイシールド21超好きだから。そうです。嬉しいな。らしいですよ。初めて聞いた。このアメフトの小部屋もうちょっとだから発展させていけば。ゲストで来てくれないかな、オールナイトに。みんなアメフトの防具つけてやろうよ、オールナイト。やろうよ。当たり前ガシガシ当たり前。音をお届けするっていうね。生の臨場感をね。今度あります。我々と同い年ぐらいなんだよね、確かね。そうなのかね。年近かったんじゃなかった。原作の方が書いてる人じゃなくて。二人分かれてる。したらわかんないです。間違えたかもしれない。原作の方と書いてる人また別だから、いやでもね、アメフトの話はですね、いろいろあるんですよ、で高校時代いろいろなことありましてね、で僕が試合中にですね、膝のね、走っててタックルをされて片足になった、膝をあ脱臼してね、靭帯っていうのをね、僕はね、伸ばしちゃったことがあったんですよ。やってましたな。で僕はもう転げ回って人生で一番痛かったんですけど、膝のあ脱臼がね、で担架で運ばれてって、で僕言ってもランニングバックでエースランナーでしたから、みんなが若林大丈夫かっつって、集まってるのがね、奥の方でね、春日がそれをね、一人だけニヤッとして見てた。やめなさいよ、いや、好感度。好感度。で、ギブスガッチガチに固めてね、松葉杖でね、2時間後グラウンドに戻ってた春日大爆笑してました。やめたまえよ。だってね、やめたまえよ。やめたまえよ。松葉杖でね、こう、競争入ってくる、たまらんかったね、あの姿。なんだろうね。まあね。うん。あの、ネットでね、我々がね、公式戦のね、あれは秋ですかね。
ああ、期待ね。そうそう。で、2回戦に進んだ時にですね、うん、もう超強豪校、うん、毎年全国大会に行くような高校と当たることになって、うん、もう部員の数が100何人いるんですよね。とかもう推薦とかで引っ張ってきてるから、もうすごい強いわけですよ。で、我々のチームは30人、40人ですよ。でもこれね、まともに戦ってもね、100対0で負けると。うん、もう間違いない。で、190センチ、100キロとかがね、ゴロゴロいるわけですから、で、なんとかしなきゃいけないっていうことで、アメフトっていうのはこう、フォーメーションとか、相手のプレイスタイルをね、知っていれば、ちょっと勝機が出てくる。そうそうそう。ある程度向こうの手の内を知っとけば、そう。まあ、スケール隙あるわけですよ、これ。そう。ということでね、向こうのチームのグラウンドに潜入して、うん、ビデオカメラで、練習の風景を撮って、どんなプレイで攻めてくるかを、あらかじめ、俺たちは知って、その対処法をやれば、勝てるんじゃないかと、100対0でこのままで負けるっつって、考えました。で、オフェンスキャプテンの僕が行くことになったんですよ。もう東京の山奥の学校ですよ。もう崖になってるんですよ。林の中をですね、僕は一人、降り立ちですね、服を迷彩の迷彩の上着を、まあ、あれサバイバルゲームが趣味のねモサからですね、まあだ名モサねモサッキーねモサッキーからね、借りて下を履き替えてですね、見つからないように迷彩の帽子をかぶって林の中をビデオカメラを持って入ったんですよ、で僕は崖からね、その有名校がね練習してるところをねビデオカメラ撮ってたんですよね、プレイを、したらねビデオカメラにあれだ、ほら、赤い点がつく、当時。はい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 、ランプがね。あれがですね、漏れてたんですよ。で、向こうのチームの選手が、こう、エンジンみたいにガッと集まるんですよ。うん、ガッと集まって、あ、なんか、休み時間なのかな、って思ってたら、こっちをくるって振り向いてね、ぐわーって追っかけて気づいて。見つかった。キャーと思って。声は出してないでしょ、ビデオカメラをですね、アメフトのボールのように持ってですね、僕はランニングバックですから、カット起きるかの木と木の間を、こう走り抜け逃げるわけですよ。迷彩の男が。そう、で、校舎みたいな建物と建物の間の細いところにバーッと走り込んでたら、向こうはもう防具つけてますから、走るのも遅いし、狭いところ通れなくて、で僕はね、その時は、脚力がね、物を言って逃げ切ったんですよ。で、そのね、ビデオテープをですね、僕のクラブに持って帰ったら大歓声です。そりゃそうですよ。もう英雄ですよ。英雄ですよ。で、見てね、向こうのプレイスタイルを研究したんですよ。で、公式戦、90対0で負けたんですよ。100ゼロじゃなくてね、10点は防げたんだけどもね。弱かったと思う。レベルが。そういう問題じゃなかったと思うんですよ。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、大衆館書店、明治製菓、大阪芸術大学、日本音楽著作権協会、呉工業、以上、各社の協賛で、東京中田区有楽町の日本放送キーステーションに、全国36局ネットでお送りしました。さすがネイティブの、やはりそうですね。けれども、粗品のプレゼントの、当選者の発表を行いたいと思います。よろしいですよ。何でもパンツの色を書いてくださいと言ったところですね、勘違いして、自分が今履いているパンツの色を送ってきた人が殺到したということ。まあそれはそれで嬉しい情報だけどもね。後ほど私メールを全部チェックして、どんな色のパンツを履いている人がオードリーのオールナイトのリスナーの方に多いのか、その理想は気になるところでございます。さあ発表しましょう。若林氏の滑ってる写真希望の方、ラジオネーム笑いのツボは下ネタさん。じゃあパンツの色を黒とちゃんと書いております。はい、若林氏の滑ってる写真をお送りいたします。はい、さすがさんの。さあそして私もですね、こんばんは。パンツの色は黒です。黒。そしてノーブライン T シャツですと
はい、しっかりと情報を書いていきました、はい、私春日のですね、はい、ミクロイド S の第2巻、はい、これぜひともね全3巻なんでね、はい、1巻と3巻を買っていただきたいと。なるほど。こちらプレゼンテーションはまた1巻じゃないとこがねそうなんですよ、残念、はい、しょうがない、これかぶっちゃっていけないもんだから、はい、さあラジオネームが、モロ君、18歳ですね、千葉県のモロ君に当たりましたと、はい、いうことです。おめでとうございます。サイン付きで送りますと。はい。はい。さあということで、お別れの時間になりました。ああ、終わりやってくるのか、出待ちの方はいるのか。まあ、雨降ってますからな。雨降ってますからね。そしていいともで春日さんがよろ乳首を全力でやるという。いや、それに決定しないでしょうね。私はタモさんの肩をポンと行くと。なんだかやりますよ。はい。しかしオールナイトの後は疲れないしね、体がなんか逆に疲れが取れて帰る感じですね。何なんでしょうね、リラクゼーション効果があるのかななんかそうかもしれないですね。そうですね、さあではまた来週夢でお会いいたしましょう。あるよ。